プロデューサーは思ったので、なんかちょっとこう遠目から見てる感じになる。推しと恋愛はベクってことね。それそうなんだよ。ただちょっと待って、ただ推しと恋愛は別だし、僕アイドルと付き合いたいとか、この子と彼女になりたいと思いながらね、あの彼女になりたい橋観音と思いながら橋本環奈ちゃんを見ているわけではないけど、そりゃあ橋本環奈ちゃんが、あのね、同性だけど、もう環奈ちゃんのこと好きになっちゃったら付き合ってって言ったら、それは、考える。それは考えるよ。そりゃさ、僕だってさ、アイドルとしてリンゼのことを見てるけど、リンゼが、環奈ちゃんのことをね、プロデューサー様って、環奈ちゃんのことを、プロデューサー様、お付き合いって言われたら、そりゃあ僕は、ちゃんと、真面目に、そこは、いや、推しと恋愛は違うんで、とか言わないで、そこは、考えさせてくださいよ、ちょっと。そりゃそうじゃない、だってそれはそうでしょ。いや、だから、リンゼが僕の彼女だったらな、みたいな妄想を常にしてるとか、すぐにそこに直結するわけではないけど、好きは好きだからね、ってこと。そう、推しと恋愛は別ではあるけど、推しに恋愛しようぜって言われたら、それは傾くかもしれないということ。いや、でもそうでしょ、みんなそうだよね、それはそうだよね。いや、だから、リンゼが僕に迫ってきたら、それはちょっと僕もちょっと考える時間をちょっとね、しっかりいただきたいな、みたいな思いますけどね。早口で草。やばい、ちょっと。そういうことなんだよ、それはそう。だって、僕、カンナちゃんを見ていて、美しいものを見ているのがね、本当にね、綺麗だな、可愛いな。なんかお人形さんとかを眺めているような、芸術品見てるような気持ちでこうカンナちゃんとかガッキーとかを見てるんだけど、そりゃあね、ガッキーに LINE 交換しましょう、好きになっちゃいましたって言われたら、僕はもう即決で LINE 交換するから。ねえよって。変でも交換するからね、悪いけど僕はみんなちょっとそれ交換するから、ガッキーと LINE。 僕その推しがね、あんまり男性で、特に推しという人があんまいないから、余計に、その恋愛に繋がらないのかもしれない。うん。あと、男の人のアイドルとか、男の人のアイドルってあれです、ジャニーズとかでしょ？あんまり詳しくないんだよね。だから、なんか僕本当に、アイドルオタクって言っても女性アイドル、なんか専門と言うとちょっとなんか気持ち悪いな。なんて言うの？女の子のハロプロとかが好きだから、なんか余計に推しと恋愛が余計別なんだと思う。ジャニーズ以外ってなんかいたっけ？三次元だと、ちょっとごめん、わかんない。あ、でもこの間僕すっごい久しぶりにテレビ見て、そしたら橋本環奈ちゃんが出てて、その時に三代目 J ソウルブラザーズの皆様のことは見たよ。いた、一緒にいたの、そのテレビにね、いたの。そう、久しぶりにテレビ、いや、めっちゃ久しぶりに見たな、テレビ。本当に最近見てなかったの、本当に知らなくて。だからね、そこ、あと二次元だと、スイちゃんも好きなアンスタやってたりとかしたけどね。アンスタも付き合いたいじゃなかったの。推しっていうか、なんかいいなみたいな、いいなと思った人とか、そういう感じだったの、本当に。コナン君は？ねえ、コナン君とかマジで語っていいの？これ、本当に。ねえ、コナン君！で、コナン君は違う。コナン君は、推しじゃない。推しなんだけど、いわゆる推しじゃないし、もちろん恋愛でもなくて、コナン君は、スイッチ入った。コナン君は、憧れなんだよ、これ。僕ね、ちっちゃい時からコナン君にめっちゃなりたくて、この気持ちわかる？ちょっとコナン君になりたくて、だってかっこいいじゃん。人を守れる強さを持ってる人ってマジかっけーみたいな。で、しかもコナン君って体格がいいわけでもないし、工藤新一では、これ言っちゃダメだった。あるけど、とある秘密を持ってはいるけど、もう子供の姿でできることが超少ないじゃん。そんな中でも人を守ろうとしてる、いつも。そして守れるという、なんか力のなきものが、非力なものがさ、ちゃんと人を守ってるってところに超なんか憧れて、かっけーと思ってさ、それでさ、なんかね、ぐるぐるのだ、いやー、まずぐるぐる、うるせー
それがさ、もうね、本当にね、コナン君超いいって思ってさ、もうコナン君みたいになりてーと思って、いやもうね、スケボー買って、じゃ、キラーとコナン君に憧れてね、僕はね、あの、ちっちゃい時にね、スケボーをね、わざわざお小遣い貯めてさ、1万円ぐらいのたっけースケボーをね、わざわざ買って、全然乗りこなさないで終わって、気づいたら蜘蛛の巣張ってて、気づいたら捨てられてたりとかしたんだけど。そうなんだよ。だからね、あれだよね、本当に、あの、なんかこの、その、恋愛のところはマジで疎いけど、オタクの心理は多分わかる。